間取りに入り込めと効率的にいい物件だけをこうハントできるように東京ある不動産の室タといいますユニークな特徴のある不動産ばっかりを扱うセレクトショップっていうのをやっていて間取りのマニアになろうと内見をする前に何か分かることないのかな超物件主義価値観の転換家選びをするような人が知ってたら役に立つ知識で、はい、不動産家さ的にはちょっと。 知られたら全部手の内知らされるから、まあ、ちょっと暴露的なとこもあるんですね、<laughs> これこう。南平米っていうふうに書かれてることと、自分がその空間に立った時に南平米と感じるか。<noise> 間取りから、この物件はきっと良くないだろうって分かってしまう。って <noise> ことは、そこに何も立たないっていうことがほぼ担保されたようなものです。なんでそんなやばい張りの投資家をするんですかな,なんでなんですか例えばこのマンションで言うと、まったり不動産大学、まったり間取り講座。 このチャンネルはですねまったり不動産大学って言って、はい、まあっ俺結構不動産大好き人間なんですよ。不動産のチャンネルやってるふりして、まあ、将来自分が買う家とか、うん、買う別荘を経費で内見行きたいっていうだけの大学チャンネルなんですよ。はいはいはい、最高じゃないですか <laughs> <laughs> いいいですすか、えっと思ま今回は間取り はい、おテーマにいろいろ教えていただきたいんですけども、講師の方はおなじみアフロムルタさんです。よろしくお願いします。<laughs> アフロムルです。アフロムルタです。おなじみかどうかわかんないんでちょっと簡単に自己紹介いただけですか。えっとあ、東京 R 不動産のムルタと言います。えあの不動産のセレクトショップという形で、ちょっとユニークな特徴のある不動産ばっかりを扱うセレクトショップっていうのをやっていて、今17年ぐらいそこで働いてるっていう形ですね。 東京アル不動産僕めっちゃ大好きで、あ本ですかありがとうございます。の室さんとも室さんとの出会いはなんか Google の人が面白い不動産屋さんいるよみたいな感じで <laughs> 教えてくれたんですけど、ね、そうですね。アル不動産大好きでアル不動産どんな感じの会社なんでしたっけ？アル不動産はえー、っと基本的にそのいわゆるポータルサイトで評価される不動産って駅から何分とか、はい、バス停入れ別とか、うん、なんかこうチェックボックスつけて検索してくみたいなやつじゃないですか。うん、それとは全然違うアプローチで。 緑ががが見えますととかか天井高いいバルコニーが広いみたいなものでしか本当検索できないような形になってて検索ってこうとしてくる作業なんですよね例えばですけどあのじゃあ東横線で探したいってなるともう東横線にクリックした瞬間に東横線以外のものが見えなくなるはいはい、はい、うん、でそれをあえて僕らはそういう形にしないでごちゃまずにこう物件を表示することによって東横線で探してた人が全然違うエリアの物件で反応しちゃうみたいなことが多いので例えば 東横線でデザイナーズの物件探してますっていう人が最終的に気づいたら高円寺の平屋に住んでるみたいな。でそれっていうのは探してたものと違うんだけどものすごいいいものが出ちゃってでそれで見に行ったらもうグッときちゃって申し込んだみたいなのが多いんですね。そういうなんかこう偶然の出会いみたいなのを作るためにあえて検索機能はそんなに重視してなくてあのちょっとこんな考え方もあるんじゃないっていうのがあえて見えてきちゃうような。 そういういい提案してるサイトですね。ざっくりもうほんとひ言で言うと超物件主義しかもなんか価値観の転換を促せるような物件主義で,で、ねまあ、例えばコイン寺住みたいからとかもう鎌倉住みたいとかじゃなくてなんとなく既存の価値観覆すような不動産がいっぱい載ってて例えば本当は、えー、ネガティブな条件とされるものがいいとされてたりするような紹介の仕方たしてて。 でそのネガティブなものを魅力的にっていうのはなんか僕もテレビとか映像やっててすごい思うんですよ。はい、人が知らない例えば歴史で悪役とされてる人物の実はそうなんじゃなくていい人なんじゃないのみたいな例えば明智光秀の夢ってよく好きで描くんですけど、うん、僕は東京ール不動産で一番印象に残ったのは「墓ビュー」って言葉。墓ビューね っっってて、名言俺、うん、俺本当ちょっと説明しですかそれ知ってるの本当に結構もうだいぶ長らく見ていただいてるのは <laughs> なでそれだけわかりますねありがとうございます相当前ですよね、うもうね多分10年以上前だと思うんですけどその基本的にお墓が部屋から見えるって基本的にはネガティブに語られるじゃないですか、はい、なんですけどお墓が建つってことはそこにいきなりマンション建ってみたいなことがないんですよ。 でお墓の高さっで墓が知れてるんで、お墓が目の前に広がってるってことは、そこに何も立たないっていうことがほぼ担保されたようなもんなんですよね。うん、そうすると、例えば2階の物件とかでも見晴らしがすごい良かったりとか、日当たりが良かったりっていうことがあるので、逆にお墓ビューって気持ちよくないみたいな、それは価値観の転換で <laughs> そういう提案をしてます。うん、素晴らしいですよね。だからその、そうなんだ。墓のたちは静かだし自然豊かで、うん、まあ 雨降るる季節になるとカエルの鳴き声、はい、で雪がふもればもうしんしんとして周りがすごい静かになってきれいなんですけど俺一回ねやっぱそれ墓ビュー墓ビューってちょうど見た時俺もちょうど墓の隣住んでたんでまさにと思ったんですけど、はい、やっぱりねこう法事とかで墓前で念仏を壁一枚向こうで唱えられたのに距離によりますよね距離による。そっか俺、はい、真隣だったから、はい、なんか冥界に呼び込まれる夢みたいな。<laughs> だ <laughs> から目線の高さと揃ってるとちょっと気になるってありますね <laughs> そうですね、はい、僕も一個前の家は墓ビューでした <laughs> 墓ビューでしたうんでそういうでもあれも確か魅力的なんだよなだから今も最近は青山墓地ビューのありますあります、ね、あります,りますはい青山墓地ビューじゃないね青山外国人墓地ビュー外,外国人墓地青山霊園前とかっていうのは全然ありますよあるかはいでもなんかよく考えたらその墓地ってあの、はい、よくみんな怖いとかお化けがとかって言うんですけど、はい、墓地って要は供養されてる場所じゃないですかはい だ多分大丈夫なんじゃないかなって <laughs> いやいや絶対コンテナイす。<laughs> 室田さんそれ <laughs> <laughs> なんかねジョブ捨てそうじゃないですか捨てそうですねそう考えるとネガティブな部分もポジティブになるみたいなのすごい好きなんですけどそんな物件をどうやって集めるのかっていう話を室田さんとした時にも間取りだとまず不動産選びは大量にある物件の中から面白い物件とか自分にこう 本当はコスパがいい物件とかちょっとアルファドさんの面白いとはそれるけどコスパがいい物件とか見るには間取りであるとうん、うん、間取り見れなきゃもう始まらないという話をこの間聞いてうん、うん、さっきだったかな聞いて <laughs> で今日間取りのマニアになろうと今日は初級編ですね, <laughs> そうですね初級編、ねえー、教えていただくじゃちょっとまず、はいろいろ。 ま、間取りから何がで,、ま、なんで間取りを見なきゃいけないのか教えてもらっていいですかえっとです、ね、まず東京ある不動産って扱っている物件数極めて少ないんですけど世の中に何万件とある物件の中から僕らが日々物件検索をして何万分の1に絞り込んでるんですね、はい、この物件見に行こうっていうのを決めるために僕らがどんな手法を取ってるのかっていうお話です。間取りから読み解くと例えば ご案内したお客様で「あの他にこの物件とかこの物件も一緒に紹介してもらうことできるんですか?」って言われてポータルサイトで載ってる物件を「これ見れますか?」って言われることあったりするんですけど僕らからすると結構多くの場合「いやこれ見ても意味ないけどな」っていう。 のが正直ななところなんですよ、うん、それはもう間取りからこの物件はきっと良くないだろうって分かってしまうとかっていうのがあって、うんうん、で僕らもセレクトする過程でそういうのをもうどんどん弾いていかないと一件一件こう見てセレクト見てセレクトってやってたらもう時間が足りないので、うん、あの極楽僕らもこう効率的にいい物件だけをこうハントできるように、うん、あのこんな見方をしてるよっていう話を今日できたらなと思ってます。それの面白い物件でよりも今日基礎編で そうですね、まあい。いわゆる、いわゆる家選び、をするような人が知ってたら役に立つ知識で。はいでね、まあ、かつあれですね。不動産屋さん的に言うと、まあ、知られたら全部手の散らされるから、まあ、ちょっと暴露的なとこもあるけですよね。<laughs> こ<れ>ああ、でもね、不動産屋さんも多分、これあんまやってないなと思う。不動産屋さんもわかんない。うん、あんまり、や、こういう見方はしてないかもしれないですね。ぜひ聞きたいんですけど。はい。はい、いろいろ教えてもらっていいですか。はい。そしたら、いいですかな。始めちゃって、一ページ目ですか。これ。はい。早速。早速。クイズですか。これ。 <laughs> ちょっとクイズ的に見えちゃうんですけど、えー、とまず平米数がだいい三33平米ぐらいで揃っている3つの間取りがありますと言った時に、えー、あなたななたたらどの物件見に行きますかみたいなことで言おうかな,そしたらなくこの図面の形からまあこれちょっと今築年数とか何も書いてないんですけど、うん、多分図面からデザインされてそうだなとか新しそうだなとか古、うん、そうだなみたいなっていうの何か見えてくるもありますか これはふるそうなのは一一ってとこへ左？三十三点一七のやつ三十三点一七二階建て三階建てのメゾネット風のやつで、はい、いや失礼ふるあえー、ちょっと待ってふる <laughs> そうなのはふるそうなのはに真ん中真ん中真ん中,真ん中そうですかで 真ん中だな。真ん中ですか。古 <laughs> 損の当てればいいんですよ、ね、今。うるさい、あの、何でもいいんですけど。それで言ったら、あれですよ。はい、僕が好きなのは。三十三点一なんです。 33.17。一番売れそうなのは、資産価値高そうなのは33.16。16、一番右ですね。わかりました。これ、実を言うと、一番ダントツ古いのはこれです。え右側一番右側の33.16が、これもう古すぎて取り壊されちゃったんですけど、昭和36、7年ぐらいだったかな、それぐらいの建物でした。で、真ん中の方とか、こっちが比較的新しいと思うんですよ。ちょっと正確な築年数覚えてないんですけど。 まあなんで新しいかっていうと、まあ、まずこの真ん中のでいうとこの土間土間がこう玄関からこうガッとつながってるような形になってるんですけど、はい、あんまり土間がこう使われるのって本当に最近まであんまりなくて土間がこういうマンションっぽい物件の中に入ってるっていうのは比較的最近のもので,、うん、であとは左側のトリプレットみたいなのも結構デザイナーズ系というかコンクリート打ちっぱなしみたいな物件にこういう間取りのって多いんですよね。少ない敷地の中で 個数をいっぱいはめ込もうとした結果、うん、なんか複雑にこう。立体的にこう繋がってくる間取りが出来上がる。これですね、そうですね。うん、多いですね。うん、で、まあそんな3つの間取りがあったとして、じゃあこれを内見をする前に何かわかることないのかな？っていうのの見方の話からちょっとしていきますね。はいでえー、っとですね。まずですね。あの人が通るスペースを間取り図で塗りつぶすっていう癖をつけると結構間取りの見方が一気に。 理解度が進,まる進むんじゃないかなと思っていてちょっと待ってください中、うん、く塗ったとこが,そうが要は人が通る、うん、例えば廊下とかって自分が通るためには物がそこにあ,あっちゃダメじゃないですか、うん、なんかキャビネット廊下の真ん中に置いたら通れなくなるのでと、うん、いうことは人が通るところって荷物置けないいんんでですすよよ、はい、ソファーととかか椅子ななのでそれで自分が通る動線を通らなければいけない動線をまず図面で潰していくんですね、うん、一番左の間通りで行くと玄関入って すぐに階階段段があるので当然まあ玄関も階段も荷物置けだ、うん、かにで、そのまま2階の方に上がっていくとくるっとこう回って廊下があるんですけれども結局トイレの前はトイレのドアが開くし、うん、で洗面室の方に行かなきゃいけないから廊下の部分は物を置けないし、うん、で廊下を突き当たって左向いたら洗面所なんですけれども、うん、洗面室の方に行かなきゃいけないんで、うん、その洗面脱衣所にも当然物があんまり置けないし。うん、なるほど でそうかと思ったらまた3階に上るわけじゃないですか。うん、っていうと2階部分っていうのは家具を置いたりはで,かできないフロアなんですよね。死んででるじゃないですかまあ,あの正確に水回りはあるので完全に死んでるわけじゃないんですけど自分が引っ越してこよう荷物持ってこようってなった時に2階にはほぼほぼ置けないっていうことにななす。で3階に行きますと3階に行って階段を上って、えー、と右向いて、うん、で正面にキッチンあるんですけど。 キッチンの手前ってて当然こう自分が横移動しし料理したりとか、ね、冷蔵庫開,開いたりとかっていうことなんで、うん、そこ物置けなないいじゃないですね、うんうん、あとはこのテラスの入り口のドアとかっていうところも物を置いちゃったらテラス出られなくなるよねみたいなことがあるので、まあ、そこの部分を潰していくと、うん、このダイニングキッチンってところにこうなんかこうテトリスみたいな形したスペースは一応家具を置けるかなっていう感じなんですよね。 でそれで洋室の方に行く時に曲がっていくと廊下の部分とかあと収納のこういう観音開きの扉のところって物を置けないですよねっていう風にまた潰していくと洋室の方もこうカクッととしたススペースだけ残るという感じなんですよそうすると大体誰でも寝る時まあベッドないし布団ないし寝るスペースってあるじゃないですかでこれどこで寝るかって言ったらまあ間違いなく洋室で寝ますよねこれそうすると洋室は布団ないしベッドがここに来るとそれだけで洋室の大半埋まっちゃうんですよ、う。ん そうするとじゃあ残るのどこっていうとこのダイニングキッチンの冷蔵庫の隣のスペース。ここだけかそう,そうなんですよってなるとこれソファーとかテレビとかどこ置こうかなってなると洋室の方を置こうとすると多分ベッドと勝ち合っちゃうんで置けないですよね、うん、だから洋室のベッドの上に座ってテレビを見るのか、うん、あるいはダイニングキッチンの冷蔵庫の横あたりにテレビを置いてちょっとした椅子で見るのか。うん みたいな形になっちゃってテラスで見るからですねテラスで見るからね <laughs> <laughs> そうですねテラスついてますからねテラスついてますからねそうなので実はこれリビングが全然作れないなんかどこでくつろぐのかっていうのが作れない間取りなんですよ三十三点一七平米っていうと下手すると二人暮らしでも行けちゃうんじゃないのかなぐらいの広さがあると思うんですけど、はいうん、でもなんかそんなにこうゆったりと暮らせそうな雰囲気の間取りではないっていうのがもうこれ動線潰していくだけで見えてくるんですよねそっか、うん 人が通るスペース塗りつぶすっていうのは、はい、つまり家具とかを置ける自由にこうデザインできる空間がわかるってことですね。そそそそう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 。でそれがほぼこれで見るとこれはなくて、うん、かつベッドとダイニングテーブル置いたらもう全部ないだろうってここにベッドとこれだろうって上うんです終了じゃないですか。でなですね、けか <laughs> 多分。多分こんな感じの1個置いて終了みたいな形になるんで。だから、 なん,かドなんていうかドレッサーっていうんでしたっけどどあのその服の箱とかが洋服,洋服も多分そこの収納を置いたら<ん>そこの収納の脇にもう一個収納を置けるかもしれないですけど<ん>多分もうそれで限界じゃないですかねあとはベッドの下で収納を作るかみたいなえいこたつ置きてなって無理たら <laughs> 無理ですねこたつもしかしたらダイニングキッチンにこたつだけっていうあだから床,床座りパターン、うん、か浴室にこたつだけ置いてそこがベッドでもありダイニングでもありリビングでもあるっていうふうにしたら。あ むしろ広すぎるっていうことになるかもしれないですけどダイニングキッチンが余っちゃうって人もいるかもしれないですけど物持てないってことですよねそうですね<う>、うん、なるほどそういうことが箇分スペースがわかるそう,そ,うそうなんですよ箇所分スペースあいい、いい言葉ですねいい言葉ですねそうそうそう, <laughs> もうで大体みんなやっぱり三十三平米って言われると、うん、自分はまあ一人暮らしたからそれぐらいは足りるかなって思って見に行くんですよ十三、うん、って書いてあったらとりあえず見に行こうみたいになるんですけど、うん、ただ 見に行く前にだいたい何が置けるのかこれやっちゃうと分かっちゃうんですよ。うん、これ確かに素人だと僕なんかだと確かこれ区別か33でいいかと思っちゃうしうん,、うん、なんならちょっとさっきも言いましたけど左の面白いな3階建てみたいな思っちゃうじゃないですよ。でたいこういう物件って今ちょっと写真がないんであれですけど、うん、あのまあ架空の間取りってこともあるし写真ないんですけれどもおそらく見栄えはいいマンションだと思うんですよ。なるほどコンクリート打ちっぱなしのかっこいいマンションで<は>ってなったら多分見にはいっちゃうと思うんですよね。うん 見に行ってもなんか狭いなみたいな、うんうん そうかこれでわかるんだそれがそう行く前にわかっちゃうはいでちょっとじゃあその他のこれ面白いな他の言いましょうか他のこれ想像できますねで真ん中の方も同じように導線潰していくってなるとこっちの方がまだちょっと有効面積残ったんですけどまあ玄関から入ってってドマ右曲がってでドマのここは多分自転車置いたりとかいろいろまあ収納置いてもいいしそうですねなんなら今だったらワークスペースみたいな感じもできそうですよねここは多分有効活用できるんですよただえっと後ろからここら辺がこうすごい廊下 なってしまってるんで、<お>まあ赤く塗りつぶした部分が物が置けないです。脂肪ですね。死亡ですね。うん、で、さっきと同じように今水回りのところっていうのを同じリフしてつしていくと、うん,うんこの真ん中のこれは多分寝室にしかならないと思うんですよね。真ん中のこれですね。真んのこ,のこれこれ寝室だ。これどういう家なんだろう。ね、これも多分デザインされてる感じだと思うんですけどね。はいはいはい。うん昔の間取りでこんなアールかかってるのは多分ないので。うん なので多分この中はもう本当にベッドポコッとはめて寝るだけみたいな感じになると思うんですよね。でそれで言うとこのなんか残されたこの謎の謎のスペースと土間、うん、寝る以外のスペースはそれだけしかないっていう形になるんで、うん、こ,れこれデザインのぞだしでここ新車として、うん、でここどういう部屋なんですかね見目にするとででここ多分土間がここで多分続いててここからフローリングになってるんですよね多分ね。 えー、フローリングで、うん、あそっか結構ねあの広めの土間ブームが何年前からかあるんですよ。広めドマブーる <laughs> な,んなんかリノベーションの結構アイコン的な、はい、なんかわかりやすいリノベーション感みたいなやつって、はい、いうのが結構流行ってて、はい、なんかこうリノベーション風みたいな言葉も下手すると出てたりするので、はあ、はい。 なので、なんとなく、例えば昔で言うと、コンクリート打ちっぱなしだとデザイナーズマンションっぽいみたいなあるじゃないですか、ね。あります、あります。なので、コンクリート打ちっぱなしの物件は全部デザイナーズマンションって書かれるみたいなのがあって、はい、それが、だからデザイナーズって多分本当は、最初始まった時はちゃんとデザイナーがいて、やったマンションということだったと思うんですけど、だんだんなんか似たようなのだったら全部デザイナーズってなっちゃったと。だから今、デザイナーズマンションって言っても、デザイナーって誰だかわかんないですよね。恥ずかしいな、俺も。<laughs> その墓ビューの家の後、はい、コンクリートをちっぱなしに住んでました。<laughs> いや全然いいですよ。<laughs> コンクリート打ちっぱなしを否定する気は全くないんですけど。フローがガラス張りでした。ああ<ー><僕>そう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 。<laughs> 恥ずかしいですね。あでも、ね、フローがガラス張りはあれはね、うん、内見の時に広く見えるっていうマジックがあるんですよ。そうなんですよ。うん、そ,うそうそう。あでも僕のフローはテレビマンだったじゃないですか。うん、映像マンだったんで。 勉強で見なきゃいけないテいっぱいあるんですよ。はい。それを風呂の時間と合体したら1時間浮くんちゃうかと思って。それはいい使い方だと思いますよ。って言って、女性が来た時にドン引きするのをなだめてました。なだめ別にそういう趣味があるわけじゃないんだよって。そうですね。で、ごめんなさい、私の話はどうじゃなくて。だからこれがおしゃれとリノベーション風に見せた家で、実は狭いと。そう。まあ、でも多分、ここ、核が置けないだけで、広さ自体は多分それなりにあるんだと思うんですよ。で、多分まあ、 この窓の窓前あたりとかどっかここら辺ソファーを置けるぐらいはあるかなと思うんですけどでもそんなに33平米っていう割には寝るところはここ、うん、寝るところは実は一番広くって、はい、リビングは多分そんなになくてワークスペースがあってキッチンの後ろは多分なんかちょっと。 なんですかね、食器棚なのか電子レンジなのか何か家電とか置いて終わりそうだ気がするでこのでその33.6でこんな広くキッチンの後ろを取る意味もよく分かんないですよね。そ何な,、ね、な,んなんだこの家は。うん、だから間取りによっては面積の大部分を廊下が占めちゃう間取りって結構あるよってことです、うん、これでわかると。なるほど、うん、ほぼ可処分スペースないよとそうですそうです分かりやすい廊下のスペースじゃなくても人が通るところが廊下だって考えると、うん、この赤く潰した部分って結構廊下に等しい。うん 物が置けなない部分なんですよねおしげえなで右側ってやっていくと<う>右はすごいシンプルなワンルームで<う>これ見た感じここにもう脱衣所とかないんですよお風呂のドアがあって直玄関なんで脱衣所ないじゃんみたいな, <laughs> な,いなこれ二人で住んだらどうしようみたいなことは別問題としてあるんですけどる、うん、あるんだけどなんかもう潔いですよね間取りが。まあこれはシンプルにベストでんかもうこっちはもうご自由にどうぞって感じなんで多分どんな、うん、何パターンもレイアウト考えられる間取りだし。うん 普通にあの多分こっちとかこっちで置けそうもなかったそのちゃんとしたダイニングテーブルみたいなもの、うん、も余裕で置けちゃうだろうしっていう本棚も置けるわ俺本棚も置けるしダイニングもワークスペースも寝室も確保できるっていう間取りになってるんで単純にやっぱりシンプルな間取りの方が比較的こういうおものが置けないスペースがないおかげで何ていうんですか箇所分スペース箇所分スペースが広いってことですね。ははいい先生、はい 結局じゃあこれ一言で言うとこれどれがいいんですか一番。まあ人それぞれだけど僕は圧倒的にやっぱこれが好きですね。あのーうん、一番三十三点一六としては、うんうん、やっぱりなそうだよなだ使い勝手いいもんな。そうそうそう。はいはいじゃあこれが一応三十三点一六の右側が。はい。 一番自由にできる空間が高いからまあ間取り図読み込むことによって左のもまず物が多いかどうかによりますけど物が多い人は左と真ん中無理だろうとそうですそうですみたいなことも見行く手間省けるそういうことですおはいはい面白いこういうのは見方の一つでちょっと同じ物件をまたちょっともう一つ別の角度からちょっとご説明してみますねでこれはよく僕はもう間取り図の中に入り込めっていうことを言ってるんですけど あの自分がそのマドリーズの中にもう立ったことを想像してみると、ね、やべえこと言ってるマ, <laughs> マドリーズの中に入り込め無駄が多いんですよ一回だって見に行ってわざわざ時間作って見に行って全然この物件ないわっていうのすごい時間もったいないじゃないですかそうですしかもなまあ申し訳ないしに来てもらってそうそうそう,そう中間の人にもそうでなんとなくねすぐ帰るわけにいかないからなんとなくそれなりに内見したふりするみたいな、まあたいね、誰も得しないので入った瞬間わかるんですけどね <laughs> そう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 、うん、そう で、まあ、さっきと同じ間取りなんですけど、まあ、1階はまあ、普通にわかると思うんで、2階ここですね、2階に立って振り向くと、うん、見えてるスペースって、これ、両側壁になってますよね。はい、階段のところの壁と、お風呂の壁とっていうのがあるんで、そこを想像してもらうと、両側に壁がズーンってあるスペース。視野狭い。狭いっていうことは、もう自分の視界がここでもう遮られてるんで、そこ<う>から広がっていかないから、うん ここのストトレートしか見えないですよなのでこれ今ちょっと人間の視界の広がりみたいなものを図面上で書いてったんですけど丸が人間でその人の視界の広がりっていうのがあ長い廊下があるな2階に2階に降りた瞬間の印象はあ廊下のフロアだなと<ー>っていうことなんですよね。うん、でその後とせんべい見たりお風呂見たりはするんですけど、はい、あれここ荷物置けないなと自分の持ってる荷物どうしようかなと思いながら3階に行きますと。うんほう で3階のダイニングキッチンの入り口に立つとまあ四角いダイニングキッチンがパシッと見えますと。うんうん、でただ実際物を置くとこどこかなって考えるとさっきの1ページ前のおそらくこういうあれここら辺置けないだろうってなって頭の中ではあじゃあ物ここら辺に置くのかっていうことを想像してるんですね。で、まあ、寝室の方に入っていった時にもまあスパッと四角く見えるんですけど、まあ、ここは洋室だからベッド置くのかっていうふうになると、うん、あれこれで終わりかなみたいな。 あれどこに何を置くかなみたいな迷っちゃうんですよねなんか部屋にいてこんだけ視野が狭く狭く,狭く圧迫感が感じそうですねそうなんですよ、うん、でこれ、うん、そうなんですよねでまあ真ん中の窓に関しても同じようにまあこう立った時にドマだけ見えます、うん、で、ドマは多分印象いいと思うんですよねそれなりに広いし、うん、まあ玄関ドマが広いのって多分あいいじゃんって多分思うと思うんですよ、うんうん で、でもま,またここの廊下のところを立つとストレートにしか見えなくてで、奥行くと一回全部見えるんですけど見えた面積がさほど広くない,はい、はい、あここリビングなのかみたいななるほど、うん、で、それに対して一番右の窓いって玄関入った瞬間に一番奥までズドンって見えてるわけですかうパッと見広ってなるんですよね <laughs> 多分一日でこれ見てからこれ見てからこれ見た人のことを考えてもらうともう入った瞬間広ってなるはずなんですよなるほど うん、でちょっと奥に中央まで入っていくとズバンと四角いのが見えるとこれなんでこれ、まあ、間取りは分かりましたけど、うん、家具置くっていう意味でこれは単純に僕らがその物件をセレクトするときに、うんうん、えっとねうんとよく僕体感面積って言ってるんですけど、まあ、これってこれは僕表記面積って言ってるんですね。はい こう何平米っていうふうに書かれていることと自分がその空間に立った時に何平米と感じるかっていうのって、うん、結構ずれるんですよ例えば想像していただくとえっ、ー、とじゃあこれの物件で天井が普通の高さ、うん、えっと2.3メーターとかの物件とうん、うん、同じ間取りで4メーターの物件想像してもらうと、うん、全然広がりが違うますか全然違いますね天高が2倍近くになってくると、うん、ただ日本の不動産って平米いくら とか壺単価でいくらみたいなことで、うん、あの賃料が付けられることが多いので。うん、意外と天井高が二十センチ三十センチ違ったとしても、うん、同じ家賃で出てたりすることもあるんですよ。うん、あ、そう、だいたい平米数で付けちゃうんですかね。値段をそうそうそう、そういう付け方する人が多い方、うん、もいらっしゃる。うん、うちは結構そこら辺は差をつけちゃったりするんですけど。でも一般的にはそうだと思います。すねうん、平米でつけていくっていう文化だと思いますね。 じゃあ天井高とかか割増にならないんですか、うん、若干割増になることあるんですけどそこまででもないですよ<ー>あの。天高2倍だったら2倍つくことはま,あまずないですし<ー>本当になんだろう1割乗っかるぐらいはちょっとあるかもしれないですけどその程度ですよね。へえ<ー>、うん。ただなんかその専有その表記面積と体感面積の差っていうのが結構あるんですよ。でその体感面積ってどうやって人があの認識してるかっていうと、はい、ここら辺って。 細切れの空間を何回か見るって体験なんですよここ内見する時って廊下を見,見た、うん、で DK を見た洋室、うん、を見た、うん、以上なんですよここの内見の体験でっていうふうにちっちゃいスペースをパッパッパッて見せられて、はい、これ全部集めると33平米だよって言われてる状態なのと。 もう一目でもうバンとでかい空間33平米だって分かる空間を見せられるのとだと心理的にに広広さの感覚が全然違うんですよ、ね、ですよよねねい方しなりまこっちだったらもう細かいこと考えなくても引っ越した後考えれば何とかなるかみたいになるじゃないですか。っていうのがあるのでなんか結構その占有面積でいうと実はこう真ん中が一番広いんですけどおそらくその体幹面積っていうのでいうと右側の方が圧倒的に広くなる。 なんかそっかこういうふうに実際ピポイント落としてみてこうし見えるよみたいな、ね、そうですそれを確かに、ね、その図面の図面を見た時にまずあのもうペンであの、うん、自分が通るところを潰すはい、はい、潰した状態を見た上でそこの窓の中に入る努力をするとなるほどこう立ったらどんな景色見えるかなっていうのをちょっと考えてみるってやると <laughs> 結構だからプロの見方ですよね。<laughs> でも確かに最新の情報って中か住んでる場合って書いてない場合多いですよねこうやってやらなきゃいけないのかでもなんか本当に何だろう10二20件見て全然いいのなかったっていう方ってすごく多いと思うんですけど、うん、基本的にこういう間取り図の見方みたいなところは、うん、多分ケアしたことないと思うんですよねそうこんな不動産でおすすめしないですよねしないと思います、うん、これ多分不動産もほとんど誰もやらないと思うんですけど僕結構せっかちな人間なんで、うん、なんかこう行って外すのがすごい嫌いなんですよ 下見って下見ってすのが、あとは僕が東京 R 不動産に入った時って、実はまだ Google マップがなかったんですよ。見れない。昔すぎて存在しなかったです。はいはいはい。なので僕らが最初やってた時って住宅地図っていう紙の地図を見ながら、この物件どうだろう、良さそうだろうかどうだろうかっていうのを想像するしかなかったんですよ。前輪のですか？前輪の住宅地図。前輪様々ですね本当に。前輪住宅地図見て、おこの目の前かいあの公園だとか、はいはいはい。うん多分。 大通りこっちだからこっちは低い建物だから眺め抜けてんじゃないかな4階まで行けばみたいなことを想像しながら行くっていうのをやってたんですよねすごいなぁ、うん、そんな時代あったんかそうなんですよだからその時の癖で極力こう無駄にしないために、うん、事前に上がるところはちょっと考えてから行くっていうなるほど。うん、素晴らしいですねそれが間取りを読むのを発想すうですねだから箇所分スペースと視野を見るってことですね これさえあればもうだいぶ見に行くべき物件はだいぶ狭まると思いますね。これさえ見れば狭まる。うん。なるほど。うん。だ同じ値段に騙されちゃいけないですね。そうそうそうここまででなんかまとめることってありますか。まあまとめることは間取りに入り込めとか。マドに入る。イメージとしては、Google マップの人ニオんってつかんでピョンと落とす。そうそうそうそあのイメージ。それですそれですそれです。ってこう。そう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 。ニって置くんですよ。間取りちゃんと間取りの中に。そうなんです。 じゃあ間取り入りり入入込込むと入り込むととで次がであとはですねその物件の間取り図からなんかこう分かることみたいなこれこれ知りたいち今これちょ,ちょっとここら辺は小ネタ集なんですけど、はい、あの一般的にその曲線がある間取りって結構難しいポイントがあって、うん、でまあさっきみたいなその塗りつぶしですねこれあの、うん、赤いところは家具置けないよっていうのがあるんですけど、はい、これ窓目のところに変な塗りつぶしスペースがあるじゃないですか。 どこですか、ここら辺、こうこういうの。はい,はいはい。これ、これって何かっていうと、曲線のところって、家具って大体直線じゃないですか。うん、そうすると、直線のもの当てた時に、なんか変なスペース起こるんで、うん、なかなか直線のもの当てる気にならないんですよ。はいはいはい、うん。っていうのがあって、あと実際カーテンとか来るじゃないですか。と考えると、ね、家具を置くのがすごい難しくなって。こっちのこう曲線の辺って、意外と家具がね、置けないんですよね。これちょっと一個備えして。三、はい。 あ、これメゾネットかメゾネットで、3階のこれバルコニーですか外にはみ出してバルコニーだと思います多分これも架空の物件なんであのもう多分そういう想定ですはいこれ丸置けないとここがねここが丸の近くがそうそうそう確かにうち今これで全部当てはまってる何かが今あのタワーマンなんですけどタワーマンっておしゃれに曲線に作ってるとこなんですよ角部屋なってんですよ <laughs> そうすると要はこっちの,っちの角にしかあの家具を置けないんでここにベッド置いて終了ですよここにベッド置いて終了ですようちはそう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 ,そう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 すると意外とねなんかそのよりどころとなる壁とかがないと人って家具を置けないので同じ面積でも有効面積違う箇所分面積か箇所分スペース箇所分スペース箇所分スペースがちょっとちっちゃめになるそうなんだよな 不便なんだよな三角形とかなんか真ん中にこれ置くのかみたいなのってあるじゃないですかダイニングテープとか全然いいんですけどなんかベッドとか本棚とかってなんか寄せたいじゃないですか本棚がなんかこう真ん中に置いてあるってちょっと違和感ありますもんね確かに友達ん家って真ん中にベッドあるやつってちょっとなんかえって思いますよね思い王様みたいなはい。そうそうそうなのでまあこういう曲線の窓に関してはちょっとそういうのあるぞってことですね あれなのかなこっち窓なんすかね。窓ですねこっちはね。これうち本当もそうなんですけど、うん、逆にその R 不動産風に言うと、うん、置けないが故にもう絶対窓を汚さないんです,すごいやっぱり眺望は開けたままずっと、ね。まあ眺望はねあのこれのいいところで言うと。はい すごい例えばこの玄関入った時に言うと窓がバーっていくんでパノラマなんですよ。だからこれ内見した時の感覚としてはテンション上がるんですよ入った瞬間にうわみたいな。だけど過去とそう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 はうそ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 ういうそ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 そう 僕らも、ここ,この部屋が寝室なんですけど。二 L. D. K. かな、はい。寝室のここに入った時に即決しました、うんうん。あ、ですよね。<laughs> そう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 。それね、それ男子の決め方なんですよ。<laughs> 男、こうやって。男、そうやって決めるんですよ。なんかもう、バーンっていう、なんかわかりやすい、なんかで決めるんですよ男子って。バカですね。<laughs> そうすると、女性は結構。どこで洗濯物干すのかなとか、掃除機どこにしまうのかなとか。 ちゃんと現実的なことをね、女性は考えられてるんですよね <laughs> こ,れすこれでわ注意ですね。あの人によってはいいんだけど、物が少なきゃいいんいそうそうそう、物少なきゃ全然いいです。うん。うん、だけどそういうポイント、資産広くてわってなるけど、うん、起きにくいぞとそうそうそう。だこれは全然これが悪いっていう意味じゃなくて、多分、住んでる感覚としてはこれめちゃめちゃ気持ちいいはず LDK も洋室ももうパノラマビューなんで絶対気持ちいいんですけど気持ちよく物少なくするならいいわけですよねそうそう物だけ少なければって感じですかねえ、資産価値としてどうなんですかこれ資産価値はどうだろうな<あ>結構ね資産価値でいうとさっきの平米数でで単単純に単価が形成されるんですよ、うん、ここは使いやすいからこうだとか使いづらいからこうだっていうのはそこまで大きく影響されないので資産価値っていうことでいうと、まあ、同じ面積であればあれどっこういうかなって感じはしますね。なる 面白い。で次がえっ、ー、とこれがあの古い物件によくありがちなんですけどなんかこうぶっとい柱がこうガンガン入ってるみたいなものとかっていうのはちょっと注意が必要で。先生ご質問です。はい。古い物件はなんで柱が多いんですか。うん、あえっ、ー、とね柱の多さっていうかごめんなさいえっ、ー、とねこの後出てくる張りの低さっていうのが、はあ、結構古い物件だとありありがちなんですよね。ほう,ほうほうほう。そうで古い物件で柱がいっぱいあるときは 結構注意してくださいっていう話をちょっとしようかなと思ってそういうことか、はい、はい。そうそう,そうこれどこに柱あるんですか、はい、で、えっ、ー、と、まあ、この四角いの四つが。黒あ,あの、黒いやつが、まあ、柱なんですけど。で、えっ、ー、と、あ、前提として不動産の図面って結構適当に作られてるんで、はい、なんかこう、すごいでかい柱ありそうに見えてるけど、実際結構かわいい小ぶりな柱だったりするんで。あ、そこら辺が。実際の面積じゃないですかあの、結構ね、ずれてます。 うん、あのそんなに正確な図面じゃないですね不動産の募集図面っていうのは。で柱がないように書かれてもあるとかっていうぐらいの結構適当なこと多いんであ,のあくまでもあの図面でまあ仮に見立てとくぐらいの話なんですけどね。うん、でこういう物件があるとすると,、えー、とまずこれリビング20畳っていうのがここのクッとこうなってる。 形のこれは使いづらそうだなあでもね、これは多分リビングってリビングダイニングじゃないですか。はいはい。あ、なので、それで考えると、キッチンの前がダイニングスペースで、こっちがリビングって考えたら、むしろ多分使いやすい可能性高いんですよ。セパレートされてて、食事と空間分けられるから。そう。で、変に真四角で成形なんだけど、ダイニング置いたらリビングがこう L しか残んないみたいなものもあるし、なんか下手になんか、 うん、中途半端な形よりはこういうふうにもう分かれちゃってた方がむしろ使いやすい可能性は全然あるんですよね。確かにな夜とか夫婦でちょっとプライベートの空間分けたいと思う時あるもんな。で今なんかお茶の間でテレビみんなで見ましょうみたいな時代じゃないじゃないですか。<laughs> うん、なんとなくみんな一人一デバイス持ってなんか一人一人の居場所が欲しいみたいになってるんでなんかリビングが欲しいっていうより。 な確かに確かに、うん、部屋にこもってもいいしダイニングで見てもいいしリビングで見てもいいしで2人いて2人がリビングで別々のことしてるってあんまりなかったりするんで、うん、な,んかそうなんかそうなんだよな、うん、妻がずっと島田秀平の YouTube 見てるんですけど <laughs> 同じ空間にあんまりいたくないんですよ <laughs> <laughs> そ,れそんなのなんか漏れ聞こえてこられても <laughs> そっか、はい、だからそこ別々空間っていうのは使これ自体はこれ自体は全然悪くないんですけど、うんうんうん これがですね、あの柱があるっていうことは<ん>そこのの下にがが通ってるっててるいうのが多いんですよ。柱があるってことはりが通っている柱っていうのはこの壁のこっち側にこう立ってるものでり、はい、っていうのはこう上にこう通ってるのがあちょっと天井低くなってるところそうですボコっとこう柱立ってボコッとそうですそうですそうするとこういうりうっていうものが落ちてきてるんですけれども、うん、大体この柱のところにこのりっていうのは通ってるんですね めっちゃ埋まってるんですか針でそうそうするとこれ四つ端って見ていくと、うん、ここの線とこの筋とこっちとこっちとっていうのがだいたい針が落ちてる可能性が高いんですよああうん。でえっとこれ年代にもよるんですけど、うん、昭和の40年代50年代ぐらいのマンションだと、うん、そもそもの天井高が今のマンションより結構低めなんですよね古い物件は今より天井低い場合が多い場合が多いです今のマンションだとだいたい天井高2.4から2.5とか、うん、下手したらもっとあるっていうのが当たり前で、はい で、床から張りまでの高さっていうのは、うん、天井よりも張りの方がちょっと低いところにあるじゃないですか。うん、って言っても今のマンションだと割とあの 2. ちょいメーターぐらい確保されていることが多いんですけど古いマンションだと下手すると1.9メーターぐらいっていう背の高い人だとちょっとくぐるような感じになる張りが多いんですよね。ななんでなんでですかもともと多分日本人の平均身長とかの問題だと思いますね。 あそっか今より5センチぐらいひょっとしたら違うかもしれなくて、うん、だからまあ低くでそれにしても5 0ンチ違うじゃないですかそうそうそうでももともと日本って建物例えば木造の戸建てとかでいうと尺貫、うん、法って言って、うん、その何尺何寸みたいなものでやったじゃないですか<ー>でその例えば和室のふつまとかってだいたい高さがもう180何 cm とかしかなかったりするんで今の、うんうん、若い人とかだとちょっとくぐらなきゃ通れないみたいな人も普通にいると思うんですよね 全然問題ない高さだったと思うので多分時代によって平均身長が上がっていくことによってなんとなく高さが求められるようになったんだと思います。なるほど、うん、でそれで言うとその古い昭和4五5 0年代のマンションとかっていうのは比較的梁が低いことが多いんですよ。で,、うんでえー、と梁をまずこういう柱が4つある場合はもう梁がどこに通ってそうかなっていうのをまず当たりをつけちゃうんですね。柱がある場合でで、ね、ですすねそうんで ここでポイントは、梁があることはもうマンション当たり前なんで全然いいんですけど、うん、ここの物件のポイントで言うと、このリビングダイニングっていう一番くつろぎの場のど真ん中を梁が横切ってるんですよ。うん、めっちゃ嫌だよ。今想像してますよ。<laughs> <う>めっちゃ嫌だよ、こ,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 これ。これが結構気になるんですよ。これボーンダレーな感じかで、多くの場合は、もう本当にもう窓の、窓の一番縁のところ、本当ここの、うん、このラインとかにこう梁が。 やってくれたりとかすると、梁があって、梁の下に窓が開いててとかなので、そんなに梁を意識することない、うん、梁の下に行くことっていうのはあんまりないので、うん、あんまり気にならないと思うんですけど、うん、例えばこういうリビングの一番くつろぎたい、広々とゆったりくつろぎたい場所のど真ん中に低い梁がボンって来られると、うん、どこ座ってても梁が見えるっていう、うん、なんかずっと、ずっと梁の下にいる感じっていうのが、 結構あなんかこうソファーをどっち向きに置いてもなんとなくソファーの間にこう針が落ちてるみたいなの,いのが<ー>結構あるんですよ。とか多分こっちの LD の左側の洋室とかも割とこう針が針があるんで針があって針があって針またいたら今度クローゼットなんで割とそうなんですよねちょっと細々した間取りになっちゃうかな。であとは右の方のですねあの電源がねどっちですか 右の方の寝室、右上の寝室に関しても、えー、部屋の真ん中に針がボンってこうっててよこめちゃくちゃええじゃないですかそうそうそうなのでちょっとあれですねあのー、針が気になる家になっている可能性があるなっていうところでなんか基本的なこと聞いて申し訳ないですけどはい、はい、針って何のためにあるんでしたっけ針は構造です重さを耐えるのに、うん、はい。 ここの縦の縦柱だけじゃダメでで、はい、板置いとくととうですか基本的に鉄筋コンクリートの構造っていうのが縦横、はい、縦横でこう全部硬いフレームみたいなのを作ることによって、はい、いろんなこう,こう行ったりこう行ったりこう行ったりみたいな揺れをこうカバーしてるっていう形なので針がないっていうふうになっちゃうともうすぐもうぺちゃんこになっちゃいます倒れちゃったりとか。 しななやかさがないそう縦横でちゃんとこうあのフレームを組んでいくっていうやつなので針は絶対必要なんですけどその配置の仕方かそう配置の仕方が嫌なとこあんなっていうだっ,って <laughs> 建築士とか、はい、デザイナーさんとか建築士が作ってくるじゃないですか建築士かな、はい、なんんなんででそやばいのすするかあこれは多分例えばこのマンションでいうと分かんないですけどこの上の階に行ったら例えばここまでバルコニーになっててここから家だみたいなこともあるんですよ たまたまこの部屋が、例えば、ちょっと出っ張っちゃってて、あの、針をまたいじゃってるみたいなこともあったりするんですよね。あ、そういうこと。文章魔性で、必ずしも真四角じゃなくて、ポコポコしてるのもあったりするじゃないですか。はい、あの、ルーフバルコニーが、こう、そう,そ,うそ,うそう、そういうのもあったりする。そういう時は、下の階がこうなるんですか。そう、そう、そう、そうやって、こう。 ここだけ出ちゃうみたいなこともありますし。わかりやすいな。うん、構造上そうしないと上がダメだからか。そう,そうそうそう。へえー、間取りってめちゃくちゃいろいろわかるんですよね。です。これルーバル系のマンションかもしれないですねです。ルーバル系のマンションだと結構こうなったりとかしますよね。<ー>うん。なるほどな。そう。なので、別にあの、針があるのは当たり前なことだし、全然悪いことじゃないんですけど、うんうん、なんか、 そこかよみたいな梁そこかみたいなのっていうのは結構図面で気づけたりするんで面白いなこれそうで実際こういう物件をここ多分梁気になるだろうなと思って撮影しに行ったりとかするとやっぱりリビングの中央の梁が低さが気になってなかなか制約に至らないということが多いですね、うん、だこれだと、うん、そっか中介業者の目線でいくとだこれだったら扱ったり内見行くのなかなか決まんそうだなと思ってたぶんですよ多分普通は大丈夫なんですけど、うんうん、東京ある不動産でいうと、うんうん んーやめとくかみたいな扱うのやめとくかみたいなことになることもあるへえ面白いな、うん、でこれが針で、はい、ここでここまでで何かまとめありますか大丈夫ですかえっとそうですねまあ,あの今回言いたいことは大体一緒でこう間取りから読み解けることみたいなところなので,です、ねまあ、この図面で言うとその針の位置にも注意した方がいいよっていう話です柱から針を読み取るとそうですなるほど、はい、おもろいそこに気づくかどうかなんですよはあ、はい プロのやり方かパッと見いいかもしれないんだけど内見いくんだったらその前に一回この練習してみると<ー>さらにいい物件、うん、悪い物件みたいなのが分かるようになってあそうかこのパターンはだめなんだっていうのが分かるじゃな、はいですか不動産の図面って結構適当に作られてるんで、はい、柱がないように書かれてもあるとかっていうぐらいの積むところを選ぶ上での間取りのノウハウみたいなの